サッカニーのトライアンフ21、はい、はっきり言ってあの弱点を見つけるのは本当難しい。うわこうロングランとか、はいうん、少しこう足が疲れてる時とか履きたいシューズ一番手ですね。皆さんこんにちは。こんにちは。ラントリップ代表の大森です。今回もシューズアドバイザー、はい、藤原さんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。はい、今回ご紹介いただくシューズはこちらで す,、はいですね、サッカニーのトライアンフ21ということで、はいはいうん、藤原さんの大好きなトライアンフ、そうなんですよ、これね、来ました、はい、来ました、はい、21代目、ね、あの実は20代目から少しこうタイミングがね早いんで、なるほど、最初21を力入れるってことで20代目をまあこれをね、うん、もうこれ履いてる方多いと思うんですけど、そうですね、一応やめ日本で扱わないっていう話まであってたんですよ。それであの私こう結構あのもう担当者にもう熱烈なメールを送ってやった方がいいと、なるほど、21のためにもやった方がいいと、なるほど、ということでまあまあね良かったと思うんですけど、はい、でトライアンフもこれ21代目なので、うんまあ、歴史があるんですよ ね, すね、これ20代目ですけど、ここであのドラスティックに変わったんですけど、うん、以前のこれがまあISO フィットなんてフィット感にこだわった時もあって、これって、20の後に出てるんですか？あ、これもう前に出てるんですよ、ね、はい、ナンバリングがね一回なくなっちゃって、あ、そうですね、でまた20に戻って今こういう風に定番化してるんですけど、今は今のは19、これはね17代目ぐらいじゃないですかね、一回そのそうナンバリング消えちゃったんですよ、13、4って来たんだけど ISO フィット 1,2,3 とかやり始めちゃって、ややこしくなって戻った、帰ってきちゃうんですね、うん、なるほど、戻ってきたんですよ、の21代目ってことなんですね、いろいろやってもう歴史がいっぱいあるんですけど、はいはいはい、まあとにかくこ の, あの、まあ、エンドルフィンシリーズレーシングシューズのサッカーに、うん、スピードとかプロとか、はい、まあエリートもありますけど、はい、エンドルフィンシリーズを思わせる、うん、まあやっぱりこうバウンドのあるクッションになってます。バウンドする。はい。なるほど。デイリートレーナーっていうことでいいですか？あのはい、あのまああの中身が レシピが全然違うんですけど、なるほど、なるほど、向こうはあの反発弾性のより強い素材を使ってるんですが、うん、こちらはまあ、うん、TPU とかあの樹脂系のものをベースに作ってます。このソール握った時のキュッキュッキュッって音がしているのがまた特徴的な感じです。これこう結局あのこう発泡させ、あ多分こう粒状のビーズをですねこう発泡させてビーズ発泡みたいなのして、はい、そこからまたギューってこう圧縮して、要はバウンドを持たせつつ、はい、安定感も加工でしてるんだと思います。なるほど、はい、すごい、なので発泡ショールみたいですよね、ですけどこれが本当に設置の安定感があるんですよね、でこの技術でこんなに軽くなる、まあまあ言ってもデイリートレーナーの軽さですけど、278g ですけどね、非常にまあ、うん、中身が詰まってルバーニアクッションがこのボリュームの割には軽い、はい、これはですねこういう技術というのは、はい、あのね、こんな発泡してるのとはしますけど、うん、以前のこうスポンジ構造ではないので、はいはいはい、中身の気泡がこう、まあ、詰まって、まあ、このあのプラスチックのビーズ状のものがこうくっついているんですけど、連結が、はい、まあ、これがあの家庭用のスポンジみたいにはなっていないんですよ、まあ、いわばその、はい、アディダスのブーストホームのような中身が質量があるのにこんな軽いっていうのはもうびっくりで、なるほど、で耐久性がすごくあります。耐久性あるんですね、はい、バウンドの耐久性が基本的にあのスポンジ構造のようにへたれてっちゃうイメージあります。へたれないんですよ、これもあのへたれないって言い切っちゃうと問題は藤原のせいですけど、にくいとかね、にくいんですけど、まあはっきり言ってこちらのシューズはこういうシューズね、今最近の技術のものは、はい、アッパーがダメになるかアウトソールがダメになるかのも先でしょうね、このミッドソールのソール自体のバウンドの弾性はほぼ落ちないというか、まあもちろんこう落ちてく部分はあると思うんですよね、あのそういうあの研究をされてるメーカーさんもあるので、うん、ですけど非常にこうバウンドが買った時とあのしばらく履いた時とで変わりにくい、なるほど、この足を置いた時のこうなんですかこう柔らかさと、はい、その安定感みたいなのが同時に来るので、はい、こういうシューズって柔らかいっていう人となんか硬いですよねっていう人がいるんですよ、なるほど、そこも面白いなと思二面性を一気に感じちゃうんで、だから非常にこう面白いシューズで、なるほど、はい、ガイドも10ミリドロップっていう、こう定番になってまして、ね、で今回あのニットアッパーになったんですけど、はい、アップレスはそこですかね、そうですね、うん、前回のが少しこう丸みがあるあのメッシュアッパーだったんですけど、うん、今回少しこう絞っている感じもあるので、うん、で伸ばす感じ、もうちょっと前回よりもあの足型を選ばなくなってるかな、前回結構割と行ったりして、うん、じゃあ細身の方でも比較的いけると思います今回は、うん、なるほど、なるほど、でこういったあのレースロックのようなこういうシステムもあって、中も、はい、ガセット状になってるので、はい、ガセットこう中がタンが一体化してるんですけど、すね、うん、あの見た目以上に中身はフィットします、コートかかとがフィットします、なるほど、はっきり言ってあの弱点を見つけるのは本当難しい、うわ
本当そう思います。走ってそう思います。本当あのでイメージ的には、はい、このサッカーにもこの一つベースモデルがあって、ライドっていう商品がまあ、はい、ベースモデルなんです。もうちょっとお値段お安くて、はい、で ライドとあのガイドがあるんですけど、なるほど、スタビリティとね、はい、ですけどこのトライアンフはやっぱりプレミアムクッションのモデルなんで、なるほどやっぱりこうロングランとか、はいうん、少しこう足が疲れてる時とか履きたいシューズ一番手ですね。へ、うん、いいですね。なるほど。LSD とかも、もういい、とてもいいですね。LSD すごい好きです。あのリズムがよく取れますね、はいで。こんな感じなんですけど、お値段がまあなんと17,600円据え置きということで、はい、ちょっともうもはやリーズナブルになりつつありますよね。そうですね。安く感じますね。はい、今それだけのお話を聞いて。レーシングシューズ、エンジンシューズ持ってるって方も、はいうん、ぜひデイリートレーナーのトライアンフも揃えていただいて、はい、あのかなりあのクッションに親和性がありますから、うんうんうん、ただあのエンドルフィンと履き分けると本当に確かに安定感あるなって感じていただけると思います。あの見た目はね結構バウンドしますけど、ねうん、エンドルフィンの方はもっとこう反発性の強い素材になってて軽いので、はいまあ、もうぜひ一足持ってもらいたいデイリートレーナーですね。めちゃめちゃ気になっちゃいました、うんはい、ぜひ、 あの、ね、ぜひお近くの ABC マートが基本、ね、エビマートなんですね。最近はですかね、他の店舗さんにも卸し始めたりするのかな、ね、卸し始めますね、はい、もう少し履ける場所が増えてると思いますので、はい、ぜひそちらもね、はい、お店の方に足を運んで足を入れてみてください、はい、ということで、はい今日はサッカリーのトライアンフ21ご紹介いただきました、はい、藤田さんありがとうございます、はいはい、ございます。この動画面白いと思っていただけた方ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします、はい、コメントもお待ちしております。あ、シューズの詳細は概要欄にも貼ってますので、ぜひチェックしてみてください、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。